固定観念の中でもがいてたんで、それを一回脱却したい。高橋ひろみのテーストはやっぱり大したやつだな。もっとどぎつい刺激的でもっと濃い何かを手に入れたい。恥ずかしいしかないですよね。いいとか思って、パーツで分けられる なんですかね、あのなんか枝肉みたいな状態で伝えてます。例えばあの声優さんで言うとあのマイガールとかも僕平気でやっぱかあの買ってるんですけど、パーツで伝えたら僕読めないですから、はい、僕はこれまであのこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていう固定観念の中でずっともがいてたんで、それを一回脱却したいけどどうしたらいいかわからないっていう、やっぱりあの怖さがあったんですよね。僕が使ってる技っていうのは実はそんなに増えてないし、そんなに変わってないんですよ。なんなら減ってるくらいなんで。でも振る舞いは結構簡単に変えられるんですよね。僕は入場してリング上でまあ大きくお辞儀をするシーンとかで手を広げ方一個取ってる、まあ、これは勝手に僕が勝手に受け取った側として、これはバレエからのインスピレーションですって言ってるだけで、別にそれバレエの人はそれを意識してないかもしれないですけど、例えばこの手をパッて上げるものと、これは肘から上がってこう広がるものだけでも印象って変わるじゃないですか。そのちっちゃいちっちゃいことの積み重ねが、その選手が何か人の目を引く、でもこの人はなんか違うって思わせる、たったそれだけの差だと思うんですよ。それがキャラクターだと思ってて、それをやっぱり、バレエだったり映画だったり、僕はやっぱ声優さんというものが大好きなので、大塚明夫さんの喋り方だったりかなり影響、シングルのベルトに対して意識がないということは全く言わなかったんですよね。実際よその選手の名前ばっかり出して、よそととにかく戦いまくって、なんならあの葛西選手に相手していただいたり、あのパートナーに呼んでいただいたり、パートナーに呼ばせていただいたりと、いろいろこう刺激的にやらせてもらってる中で、多分今ベルトがあると、変な言い方ですけど、僕のやりたいことに今ブレーキがかかるな。団体のやっぱりジュニアディビジョンの顔なんですよ、ベルトを持ってるっていうのは。そう考えると、まあベルト持ったまんまよそに出てバン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 試合やってた高橋宏夢ってやつはやっぱり大したやつだな、すごい同期だなとは思ってます。ただだからって彼の影に隠れてもいいとは僕は全く思わないですし、そこまで僕はあのプロレスに対してもう欲がなくなったわけじゃないんで、まだやりたいこともそれこそ欲もまだまだたくさんあるんで、僕は正直でかい会場でたくさんのお客さんの前でっていうことに対しては何の夢もないんですよね。全然興味がないというか、佐藤ひかるさんとやらせていただいた川崎球場で30分近くあの芝生の上でもう泥だらけ砂だらけになりながらやってた、ああいうプロレスやモクスリー・ホミサイド、葛西潤、エル・デスペラードっていう、もう震えるようなシチュエーションっていう、もっとどぎつい刺激的でもうもっと濃い何かを手に入れたいなって思うんで、本当に彼は夢もそうですし、キャラクター性もやっぱ太陽みたいな人間なんですけど、僕はもっとドロドロしたよくわかんないもんだと思ってます、自分自身のこと。でもそんな二人で新日本ジュニアのてっぺん取り合うっていうのも、まあしかもその二人が同期だっつうのも、まあなかなか面白い偶然だなと思いますけどね。